ランマイナス 10S は、イタリアのセレニア社が開発した二次元レーダー。イタリア海軍では、MM-SPS-774 として装備化されており、対空、対水上捜索レーダーとして搭載される。また、中国では360型レーダーとして、散災化されている。ランマイナス 10S は、フリゲートコルベット向けの低空警戒、対水上レーダーとして、 1980年に発表された。基本的には1960年代に巡洋艦、駆逐艦向けの L バンドの対空捜索レーダーとして開発された LAN-3L をもとに周波数を S バンドに変更するなどシステム全体を小型化して開発されたものである。戦闘機に対しては40回り、C スキマーに対しては5.5回りの有効。 探知距離を発揮できる。アンテナはパラボラアンテナを採用しており、当初はメッシュ式の G10 型を用いていたが、1986年にはソリート式の SMA-7104 型が登場した。これらのアンテナはいずれも安定化されている。また、後には中国船舶重工集団中国感染研究院の第723研究所によって、 本機をリバースエンジニアリングしての開発が行われた。これによって開発されたのが360型対空対水上レーダーで輸出版は SR-60、S-3 ないし C ガル S と称されている。中国人民解放軍海軍では354型レーダーの後継機種として主にフリーゲートに搭載されている。一方、駆逐艦においては フランスのトムソン CSF 社製のシータイガーの3裁判である 363S 型レーダーが用いられている。イタリア海軍、エクアドル海軍、ベネズエラ海軍、ペルー海軍、中国人民解放軍海軍、大海軍、パキスタン海軍。ありがとうございます。